カリー、感情があの流れなら9号線から湾岸に回ると思ったのよ。知ってる人ですか、今のスープラ。追ってきますよ。あんな車に乗ってるやつに知り合いはいねえよ。昔知ってた人に少し似ていただけだ。そのまま振り切れよ。逃がさないぜ、ブラックバード。高木さん、一気に追いついてきましたよ。早いですよ、このスープラ。並走しなくていいし、あんな風に相手に譲ってやる必要もない。走る以上いつも前だけを見ろ。どんな時でも自分のためだけに踏め。マジかよ、今の加速。さっきは余裕かましてたから。大井で U ターン。感情に戻ればチャンスはある。俺の一番得意なコース、ここでこのスープラより速いやつはいない。暴れる車体をまっすぐ加速させていく。うまいもんだ。ええ、似ている。アイザーさんと同じだ。俺が汐留 S 字で離される。 C1 でこの感情で俺がついていけない。GTR が2台、車もなかなか。二十歳レベルが自分で組んだりしちゃ上出来だ。あの子ついていくのやっとじゃないか。湾岸にコースを変えよう。あの子が環状線で800馬力踏めるかよ。そうでもなさそうだぜ、ガッチャン。間違いなく RGO のデモか。矢田部で200マイルを記録した 33R。プロのショップがメンツと金をつぎ込んだ看板車だ。だが徹底的なパワー重視イコール恐ろしく手に負えない車のはず。矢田部などのコースならいざ知らず、ここは首都高、簡単に乗りこなせるはずはない。そういうレベルじゃないんだ。ハイブーストになるとマフラーから白煙、カービンのシール破損は確実。下手すりゃヘッドが歪んでる。ただパワーを出すだけがチューニングじゃないんだ。増大したパワーをきちんと受け止めるために効率を上げ、そして各部を強化していく。パワーで車を壊さないチューニング。レイナさん、当たり前のことをきっちりやっていく。チューニングはマジックではないんだ。あの子抜いちまった。
だから言ったろ、レーナちゃんはやるのよ。ガッチャン、俺たちも行くぜ。おいおい、ひょっとしてこのアル君だろ。ああ、俺だよ。猫かぶってやがったのか。チューンやめたなんて言ったくせして。このアルだけは特別なのよ。まさかこいつまで。もう奴のエンジンは垂れてる。それ以上はとても踏めない。騙し騙し走らせて、それでも行けたのはただ本物のチューンドに遭遇しなかっただけだ。こんなことが無理だ。追いつかない。腕のいいプロフェッショナルが組んだ本物のチューニングカーには。全然違う。1週間だ。この1週間で物にできなければ、お前はこの800馬力のスープラを永遠に乗りこなせない。まず波長が合うこと、そしてセンス。時間があれば解決できるというものじゃない。ダメならあの Z のことは忘れてもらう。それが車を引き渡す条件だ。シリアとかチューニングとかいうもんがいかに無責任でバカらしいかってことに。俺たちちょうど2年だぜ。お前以外はみんなそれに気づいた。もうお前一人だけだぜ。俺一人だけか。いや、俺には今でも仲間はいるよ。ケイ、待てよ。一人じゃないよ、俺は。今日その仲間と。じゃあな。今夜 Z、 スープラ、そしてブラックバード、モンスターマシン3台の最高速争い。来ました、北見さん。スープラです。ブラックバードと剣のスープラ。いよいよ始まる。前にブラックバード、後ろに Z。 左へ。 C1 外回り。一緒に走り出した仲間はもうみんな別の場所に行ってしまった。俺だけが残った。だけど今俺は最高の時を過ごしている。
最高の相手とためで走ってるんだ。見事だ。この首都高でこれほど綺麗にパスされた経験はない。だが終わりだ。気づいたろ、その車は終わったんだ。何かが変わった。エンジンは変わらず吹けるし、思った通り右に左に旋回できる。だけどチームスープラの動きが変わった。なんて危ない動きなの。なのに無茶よ。どうしてそこまでするんだ。Z だ。Z の後ろ姿が奴の背中を押しているんだ。限界を超えた危険な領域にまで。K、その車は終わっている。ボディが上げる悲鳴が聞こえているはずだ。その車は終わったんだ。もうまっすぐさえ走らせられない。失ってきたんだろう。コントロールできない。母さんと約束したんだろう。母さんを一人にしないと。わかったよ。俺は死んじゃいけないんだ。